十字架の道は、フランツ・リストが作曲した混声合唱と、オルガン、またはハーモニウム、またはピアノのための宗教音楽。サール番号は S53、ラーベ番号は R534。十字架の道行きの14と目の副題が付けられている。リスト自身による合唱を省いたピアノ用の独奏版やオルガン用の独奏版が存在する。十字架の道は、 ヨーロッパの多くの教会に古くから見られる絵画でイエスの受難を14の場面に分けて描いている。十字架の道は振動の壁に絵が飾られていたりし、四純節の期間、教会内に特別に展示されたりしている。リストの十字架の道はこの絵画を音で表現した宗教音楽でバッハの音楽、特にマタイ受難曲を意識して作られた箇所がいくつかある。伴奏は オルガン版とピアノ版で大体において同じだが、部分的にはかなり異なる箇所もある。グレゴリオ聖歌からの影響が強く、晩年のリストに典型的な単純化され簡潔な旋律や火星と、半音快適で、不安定な音楽が、特徴的で、中世ヨーロッパの境界音楽、ドイツの古風な音楽、19世紀ドイツロマン派の火星、半音快適で、 調整官の希薄な音楽が並存するユニークな曲である。1878年から1879年にかけて作曲された、この曲には調整官の欠如した曲がいくつも現れるが、第二次ウィーン楽派の無調に比べると十字架の道はもっと古典的な手法を使っている。しかし、当時存命の作曲家で1879年といえば、ブラームスは、 公共曲、第2番やバイオリン競争曲、ドボルザークはスラブ部曲第1集、チャイコフスキーが公共曲第4番やオペラ、エウゲニー、オネーギン、ブルックナーが公共曲第5番を書いていた頃、ベルディはオペラ、オテルを完成させて間もない時期である。マーラーやドビュッシーはまだ学生時代、チェムリンスキーは音楽学生にすらなっておらず。 シェーンベルクに至っては5歳の幼児である。それを考えると、この時期にこれほど調整から外れた作品を書いたリストは極めて先進的だったと言って過言ではない。十字架の道の完成までにかかった時間はかなり長い。倉庫はコロッセオの近くにあるサンタ・フランチェスカ・ロマーニャ教会にリストが住んでいた1866年に作られたが、 本格的に作曲されたのはずっと後の1878年から翌1879年にかけてのことである。1878年の晩歌、リストはひどい鬱状態に陥り、そこから逃れるためにこの曲を再び作り始めた。主にローマで作曲、1879年のブダペスト滞在中に完成された。全部で15曲からなる。1曲目の 王のお旗は一種の前奏曲で、続く十四曲が伝統的な十字架の道行きを音楽的に表現している。十五曲のうち、イエス、聖母マリアに会う、キルネの指紋、十字架を背負うイエスを手伝う、イエス、衣を剥がれる、イエス、十字架から下ろされるの四曲には、声楽が入らず、オルガンのみの演奏である。一曲目王のお旗アンダンテマエストーゾ、二単調。 2分の3秒子調整記号は二単調だが、境界戦法による中世のヒムヌス、王のお旗を用いているのであまり意味はない。ホルテで3オクターブのユニゾンによるオルガンの短い前奏の後、あと同じくユニゾンの合唱によるヒムヌスが歌われる。この冒頭の3音は十字架の道の中では十字架を象徴する音形として用いられており、以後一長、展開、変形されて、 頻繁に現れる。ユニゾンの合唱の後、簡単なオルガンによる構想と、四世のソロによる演奏で終わる。四世のソロには、後半、簡単なオルガンの伴奏がついている。ヒムヌス、王のお肌は八節からなっているが、ここで歌われるのは、第一節と第三節のみである。使われている歌詞は、中世のオリジナルのものではなく、17世紀に、 改訂された型の歌詞を使っている。なお、リストは、ヒムヌス、王のお旗を、十字架の道以前に1 8 6 4年作曲の、ピアノのための商品、王の旗は先立ちの中で、すでに利用している。二曲目一流、イエス、死刑を宣告されるテンポ指定、調整記号なし、4分の3拍子フォルティッシュも、3オクターブのユニゾンのオルガンによる劇的な独創で、始まる。 音楽のほとんどは、オルガン独奏で、最後に短く、無伴奏のバス独奏により、ピラトのモノローグが歌われる。3曲目に流、イエス、十字架を背負う、レント、調整記号なし、4分の3秒四半音快適に、動き調整感の全くないオルガン独奏が続き、途中に無伴奏のバリトン独奏で短く、アベニュー、アベニュー、クラックスと歌われた後、 再び半音階的なオルガンの独奏になる。4曲目三流、イエス、初めて倒れるレント、調整記号なし、4分の3秒してのオル合唱と、バス合唱によって、イエスは倒れたと短く歌われた後、2部に分かれた、ソプラノ合唱とアルト合唱によって、無伴奏で、ヒムヌス、スターバト・マーテルが、静かに歌われる。スターバト・マーテルは、 第一節だけが歌われる5曲目4と目、イエス、聖母マリアに出会う、レント、調整記号なし、4分の4拍子オルガン独奏の曲で、声楽は入らない。半音階的な動きが多く、調整感は、ほとんどない。6曲目五流、キリネの指紋、十字架を背負うイエスを手伝う、アンダンテ、調整記号なし、2分の3拍子再び、オルガン独奏の曲。 半音階的な動きが多いが、途中変異蝶々に転調して一時的に調整感が戻る。しかし、コメプリマになって、再度調整感は、気迫になる。7曲目6流、セーベロニカアンダンテ、調整記号なし、4分の4拍子、セーベロニカでは、三尾百136番、知子をしたたるが用いられていることと、コラール、知子をしたたるの少し前に、 bach のモチーフが出現することから、わかるように、バッハを意識していることが明瞭である。ここで使われているコラールは自身で火星付けして、バッハも使用しているが、十字架の道での火星は、リスト自身によるもので、バッハによる火星付けは使われていない。八曲目ななイエス、再び倒れる、速度指定、調整記号なし、四分の三秒子以上されているが、 三流と同じ音楽。九曲目八流エルサレムの女たち、イエスのために涙を流すアンダンテマ・ポコモッソ、調整記号なし、四分の四秒主半音階的に動く、オルガン独奏の後、バリトン独創バリトン独創を挟んで、再び冒頭の音楽が、オルガンに現れる。最後に、アレグロ・マルツヤ・アレ四分の四秒詞に変わり、トランペットを模したオルガンによるフォルティッシモのファンファーレが、 演奏されて終わる。この部分には、オルガンのレジストレーションに関して、曲中で唯一指示があり、トロンプと指定されている。前半のオルガン独奏の箇所では、ごく一部が用いられているだけだが、楽劇、トリスタンとイゾルデの、大一幕への前奏曲と同じ旋律が、部分的に現れる。十曲目急流、イエス、三度倒れるレントに、二単調。 4分の3秒子胃調されているが、3流と同じ音楽である。11曲目10流イエス、衣を剥がれるレント、ヘタンチョウ、4分の4秒子オルガン独奏による。ほとんど常に半音快適に動いており、調整感は、ほぼない。12曲目11流、イエス、十字架に貼り付けられるアンダンテ、調整記号なし、4分の4秒してノール合唱と、バス合唱が、 フォルテで十字架に貼り付けようとひたすら繰り返す。十三曲目十二流、イエス、十字架上で死死速度を指示、調整記号なし、四分の四秒縛りトン読書による、マタイによる、福音書二十七章四十六節にある、エリ、エリ、ラマ、砂漠谷で曲は始まる。これはイエスの最後の言葉だが、その直後にはオルガンに十字架の動機が現れる。この後、 オルガン独奏による大規模な幻想曲が展開される。この部分は十字架の恩恵を基本動機としている。曲の最後には、ルター派のコラール、いつの日か我去りゆく時が、混声合唱で歌われる。14曲目十三流、イエス、十字架から下ろされる、アンダンテモデラート、二単調、4分の三拍子オルガン独奏。変形されているが、ヒムヌス、 スターバト・マーテルや4とめの聖母、マリアの音楽が引用されている。聖母マリアに関係する音楽が現れるのは、ピエタの監修によって、この場面ではイエスが、聖母、マリアの腕の中に抱きかかえられているシーンとして、描かれているからである。15曲目14とめ、イエス、墓に安置されるアンダンテ、二短調、2分の3秒死亡等の王のお旗の音楽で始まる。 歌詞は別物に、音楽もやや明るく穏やかな調子に変えられており、形式も一種のアンティフォーナに変わっている。メゾソプラノの独唱が、王のお旗の旋律の一部を歌った後、同じ旋律を合唱が繰り返し、最後まで王のお旗を歌い終わると、続いて、オルガンで、聖母、マリアの音楽が二丁調で再現される。その間、合唱はゆっくりとアベニュー。 アベニュー、クラックスを繰り返す。最後に、ピアニッシモで、オルガンの低音に十字架の音形が現れて、曲を終える。聖金曜日に、古外で演奏することを想定して作曲されているため、オルガンかハーモニウムを伴奏にしている。ただし、祈りのために、室内で演奏することも許しており、その場合はピアノでも良い。 テクストは結局は結婚できなかったがリストの長年の事実上の伴侶だったビトゲンシュタイン公爵夫人が選んだもの。ヒムヌス、王のお旗とスターバトマーテルのほか、主として歌詞にはラテン語が用いられているが、セーベロニカとイエス、十字架上で質の一部ではドイツ語を用いている。歌詞の一部は新約聖書のマタイによる福音書とルカによる福音書から取られている。 リストの存命中には演奏されず、作曲されてから半世紀経った1929年の聖金曜日にブダペストで初演された。初演はアーチャー・ハーマットの指揮による。リストはレーゲンスブルクのプステット社から楽譜を出版しようと、したが曲が独創的すぎて売れそうもないとの理由で拒絶され、リストの存命中には出版されなかった。 その後、ブライトコプフーンとヘルテル社から出版された、旧リスト全集の第5シリーズ第7巻に収録1936年に出版された。リストの旧全集が十字架の道の初出版である。1936年現在で、自筆譜はブダペストのハンガリー国立博物館内の聖長に図書館に収蔵されていたことがわかっている。演奏によって、 幅があるが、約39から43分程度。ありがとうございます。